皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。なんか上にサネシゲさんいるな。まあ、そうさておきね、ランカーライン上がりすぎでしょ。まあ、強 P がね、まあ、インフレし続けてるわけなんですけど、まあ、強 P ボーナスとかが存在してるんで、インフレするのは仕方ないんですが、はい、ランカーラインがとっと2768まで上がっちゃいましたね。というわけでね、現在2756と、強 P 低くはないんですけど、ランカーに入れてないらしいので、ランカーチャレンジしていきましょう。で、今回のことはですね、前回もやりましたが、イフリート、レッドドラゴンでやっていきたいと思います。まあ、そのうちね、イフリートね、裏なしとかもやろうかなとは思ってるんですけど、今、キャラ強 P が、イフリートどんな感じなんだろう。1位に、1位が3人いるね。1134。で、私今925というわけなんで、追っかけていきましょうか。頑張りましょう。1134、3人やって。これ、マーゴってこれ、マサーゴさんかな。マサーゴさんも多分同じポイントいくだろうな。えぐいね、これみんな。まあ、やっていきましょうか。はい、それではね、やっていきましょう。相手がワイラですね。で、ワイラに関しては、まあ、イフリートで倒すことはできるんですけど、まあ、リーダーワイラってやっぱ耐久値高いんで、リーダーの分ね。ちょっとね、ダイナマイトしっかり当てきれないと落とせないんですよ。あ、でも、これでいいかも。足2枠ではあるんだけど、アヌビスでも触れるんで、イフリートプラスアヌビスがいれば、ワイラはやれるかな？どうかな？で、流れてくるワイラはアヌビスで対マンで見たいですね。なので、まあ、序盤はアヌビスでいいっすわ。バサカ残します。バサカでもよかったんだけど、アヌビスの方が、序盤の圧がすごいので、飛ばして、ポリでも取って、倒してもらって、アヌビスさんが、即死食らっちゃいましたが、ねえ、入りすぎでしょ、即死さっきから。やばいって、それは。あ、ただ、即死は入りすぎなんだけど、ガジガジガジしてもらって、そいつもガジガジ倒せるじゃん。それでワンパンなんだよね、ここ。イフで、あー、これ壁張りたかったんだけどな。なるほど。ちょっと即死入りすぎだね、いくらなんでもね。俺もレトラ行こうか。さすがに入りすぎ。終わってる。はい。ここを倒してもらって、で、ワイヤ出てきましたが、それ燃やせるか無理か。あ、でも取ったね、それでは。ただ、ガチスキルも入っていて、倒しました。流れ悪くないね。で、ダイナマイトが、これ、あれに有効なんだよね。まだ削られてないよね。うん。あ、これ、蹴れいっちゃうか。本当は良くないんだよね。っていうのも、スキル封印を解除しちゃう可能性があるから。良くない可能性あるんだけど、あ、いい感じに撃たれてくれたね。で、イフリーター残さないとクレフラン抜けないんで、ちょっと待ち。餌ガチスキル撃ってくれたの、でかい。あ、一体倒した。で、灼熱撃ってもらって、ここだね。さあ、イフリートの爆発で、爆発連打するんで、倒してほしいですよね。死にきらないか？死にきらないか？ライブル倒せ。OK。これいけんじゃないの？干渉。キャラいっぱい残ってるからね。いや、レトロがマジで強いね。というわけで、完全勝利で、ワイラキャラグラやってますんで、ワンチャン持ってる可能性もなくはないと。14、10、ありがとうございました。あれ？これランカーもうちょっとかな？まだか。はい、それではね、やっていきたいと思います。お相手、チビブルですね。チビブルは、まあ、ビートル引ければいいよというわけで、ビートルを引いてきました。一応、カマキリも有効打ではあるんですけど、リーダーのチビブルとなると、カマキリじゃ処理しきれないんで、まあ、ビートルで一番正解かなと思います。イフ切って、砦削ってもらって、もう一発必要だね、これ。あ、そもそも飛ばない。なるほど。どうしようかな。あ、なるほど。それもめんどくさいね、だいぶ。他に1体後ろでいこうか。めんどくさいから。こういう裏技検出とかを止めてくれるんでね。え、仮どっか行っちゃったんだけど、なんで？あ、もう1体行くしかない。めんどくさいな。出したくないな、これ。
本当は置きたくない。よくないね、この2体のカニが。もったいないね。結構ドロー気味だね、これも。他にね、レイガンでやられるんだよね。しょうがないんだけどさ。飛んでくれた。さあ、イフ出して。これめんどくさいから、こいつはビートル取ろう。金太郎も取ろう。エドラ出して。で、姫が出して。こいつは倒した。合尺熱持ったのでかい。で、取り取られないんで、で、間と UFO じゃないのが救いかな。でも負けないね。負けはない。ただ、勝ちもちょっと怪しいかな。というのも、間に合わないんだよね。これ、俺先殴ってるかな。殴ってるよね。うん。え、なんか、避けられたんだけど、どういうこと邪魔だからカットしちゃおうか。うん。で、イフ出して、で、ラストカマキリ1体いるんで、そのカマキリ誰持ってきたいんだよね。どかしたいんだよね、こいつ邪魔だから。こいつをどかして、引っ張って、ビートルの前に持ってって、ビートルで一気打つんだよ。で、ワンパンまで行きたかったんだけど、まあ無理かな。時間がない。はい。というわけで、ドローですね。ありがとうございました。ユースケに対してとパードに対してのカニがちょっと苦しかったね。使うとこあんまなかったな。はい、それでは続きましょうか。で、確認したんですけど、もうランク入ってました。ただ30位ですね。ケツのケツ。なのでね、今回の動画ではね、まあもちろんね、マッチング次第ではあるんですけど、まあ2800目指せたらいいかなって感じですね。で、お相手がブラックドラゴンと。まあブラドラね、レドラであれば、まあ基本は勝てます。ただ、ブルドラか、まあ、悪くはないんだよね。というのも、この、バサカ、まあ、いいとして、まあ、足としてね、足として最高なんだけど、トーマンがいるんで、まあ、ゼウス来ても倒せるよねって部分。ただ、ブラドラに、レドラを行くのか、ブルドラを行くのか、みたいな。どっちを行こう、みたいなところはある。あと、レドラが今回、ニジバッチのおかげで、コスト管理がだいぶ楽になってるね。あと2コストキャラが多い。2枠、3枠と。でも、迎撃がいない。この迎撃がいないところでどうコスト勝ちしていくかみたいなところはある。あー、トーマン2体来ちゃったね。あ、取れたね。素晴らしい。取れるなら何でもいい。なるほど。これめんどいね。あ、でも、あ、いや、でもこれ大砲とかいいな。本当はね、あんまね、大砲にコスト割きたくないんだけど、まあしょうがない。ここで。こうだね。ダイナマイトも着火できて、ダメージ加算してって、で、ここ食らいたくないんで、ブルドラで借ります。タイマーさせよう。上はイフリート。で、グリフォン削ってもらって、あ、いいね。倒してくれたね。トーマンで、処理してもらって、さあ、イフリート追加しようか。でもね、あんまね、イフリート追加しすぎたくないんだけど、というのも、後ろのカニを、あ、倒せるな、でも。イフリートめちゃめちゃ頑張ってないか？イフリートめちゃめちゃ頑張ってるな。強いよ、こいつ。これさ、ビトガー後回しにして前行けないかな。特攻連打で、先にこっちが借り切る。そう。そういうこと、そういうこと。干渉できればいいから、あの人が放置したいんだよね。あの人がにこそのキャラを割きたくない。というわけで、イフリート追加で切ってあげて、こいつダイナマイト打つんで。完全処理。で、多分なんだけどね、この方うまいよ。今対戦した感じね。持ってる気がするんだよね。対戦すればわかる。持ってるか持ってないかが。あ、うまい。この20ポイントもありがたいわ。ありがとうございました。はい、それではね、続いていきましょうか。お相手、スタドラですね。あとちょっとで2800いきますね。っていうかね、イフリートがね、まあ、前回も動画出したんだけどさ、本当に強くて、アビさんね。
めちゃくちゃ強くて安定感がありすぎる。あースタドラだからな。あ、悪くないな。札的にはナスだったらスタドラ見れるんだけど、ただちょっと足がないとって思ったから回しちゃおうか。勝ち切りたいんだよね。ってなるとやっぱどうしてもね、足からが欲しいんだ。あ、これでいいや。スタドラはね、クラーケンでも狩れる、うまくやれば。でレードラーが壁張れるから、もう最悪ね、剣士が来たら、まあ、足からとか来たら、まあ、剣士だったらクラーケンで弾けばいいんだけど、足からとかが来てやべえ、壁置かなきゃなんないってなったらレードラー打ちゃう。取れてほしいね。とりあえず30取りたいね。でまずはイフ。ここはバサカで見てほしいんだよな。上のライン見れないかな。あ、見れたね。一応裏技剣士も一緒に落ちちゃった。ビートル行こうか。あ、ビートル2本いっちゃったな。コングいたのか。まあいいか。二次コングってのがねマジで強くて化け物なんだよな、ね、あいつって。ここはレードが行こう。あ、これ意味なかったね。まあでも、あ、でも出してくれた。これありがたいね。じゃあここイカで行こうか。安定にね、イカで処理する。イカで処理しきれるんで。この砦は削らしちゃうけど、もうしょうがないんで、倒せればいいと思うんで。はい、十分、十分、十分。そこはダメ、行っちゃう。下に強制して、悪くないね。このままイカに下降りてきてもらおうか。って思ったんだけど、上行こうとしてるから、剣士で強制したい。OK。成功したね。この剣士で強制するのすごい大事だから、タッコビートルで押さえて、で、剣士置いて、剣士で弾いて、これ相当嫌なはずだよ、相手。あー、俺もそのキャラやだな。どうしようかな、困ったな。カエルね、カエルがすごく困ってるけど、一応レードラいるんだよね俺。そこ取られちゃいけない、絶対に。ダメージは入ってるね。レードラはいるから、レードラで後ろ抑えるんだけど、レードラだけじゃ多分抑えきれないんだよね、カエルって。ここでレードラがスキルを打ちまくってくれれば抑えられるね。素晴らしいね。あ、というわけで、ね、ちょっと画面止まっちゃったんだけど、最終的には点差勝利ですね、これは。画面止まってしまって申し訳ない。そしてですね、残念なことにさっきの試合は1ポイントでした。はい、続いて頑張りましょう。これラストかな。というわけで、お相手がロボガ。ロボガリーダーか。裏なんだろうな、ロボガリーダーってのは珍しいけどね。今キャラグラやってないから。悪くないけどな。ロボガに対しては、まあ、イフリートちょっともうじわじわ燃やすのと、あとトロール、これ結構効くと思うんだよね。まあ、コスト管理がちょっと大変なのと、まあ、壁が金太郎ではいるんだけど、迎撃がね、大型でしかいないっていう部分。リザードマンとか、そういうタイプのキャラ流されちゃうとちょっと苦しいかもしれない。やっぱね、基本は迎撃ね、引けた方がいいね。安定感が違うから、中型のね。大型の迎撃もまあいいんだけど、こいつらって後ろ見れないから。ああ、邪魔だな。ロボガなんだよね、相手が。まあ、金太郎は行こうか。ワイラもいるんだけど、まあ、しょうがない。出さなきゃいけないからね、この状況。これが、この状況のきついとこだね、マジで。ダイナマイト爆発できず、まあ、ここはレドラで行きましょう。上殴ってくれたんだけど、殴りきれてないな。まあ、しょうがないか。そこの上殴ってくれればとりあえずいいか。で、ロボがいるんだけど、まあ、トロール行っちゃおう。後ろにちょっとこそ使わしたいねって思ったら、嫌がって相手がそっちに来てきたね。さあ、どうしようかな、こいつ。まあ、素直にやるか。まあ、こいつ自体は倒せるんで、あ、ガチ撃たれんのよくない、マジで。ってなるとちょっと話変わってきちゃう、これ。ロボガをやりきれるかどうかって部分が追加されたのと、
さあ、イフリート出して爆発は重ねるんだけど、まずこのシマリスをどうするか。まあ、ラビットは行くか。金太郎出して爆発も加算して削ってはいるんだけど、どうかな。まあ、ここ抑え続けてなんとかドローにしたいね、できれば。俺の予定はこれドロー。あー、見て、ここにしたこの裏だ、もったいね。うんうん、オッケーオッケー、いいよいいよ、できたね、ドロー。まあ判定負けなんだけど、判定負けてポイントだの上下しないからドローだね。判定勝ちもドローというわけで、ありがとうございました。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。ここだね、ボーダー上がりすぎだね、えぐいね。2777で、サネシゲさんがさっき上にいたけど超えちゃったね1位が今3000円ぐらいいってんのかな。はい。というわけでね、まあ、またね、次回また頑張ります。まあ、強ピーもね、もちろん上げたいんだけど、今回はね、こいつちょっと頑張りたいなって思ってるんで、まあ、こいつをね、まあ、じわじわと伸ばせていけたらいいかなと思います。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。